芸術の秋にふさわしいアートの話題、善通寺市が町おこしの一環として取り組む黒板アート、今月5回目となるイベントが始まりました。今年は黒板街と名前も新たに原点回帰、人気黒板アート作家とのコラボやレトロな街並みを生かした作品など新たな形でスタートします。相当でかいので、なんかもう初めはもうこういう体の全体の動きあんまり細かく描き始めなくていいから。人気黒板アート作家の鈴木らなさんです。この日鈴木さんがいたのは善通寺市内の工場跡、地元の高校生と一緒にアートを制作していました。この規模の黒板っていうのはやっぱり初めて挑戦するところなので、最大規模の黒板アート気合い入れて描いてます。キャンバスは工場跡の床一面、28人の生徒が海をテーマに考えた生き物をあちらこちらに描きます。黒板アートならではの連携プレーです。でもなぜ床に？創業以来職人が手作りで塗料を使ってこう黒板を作ってたんですね。でその塗料が床にこう染み付いて、工場の床がそのアートの舞台になるとは思ってなかったので。ここは県内唯一の黒板メーカー、岩間黒板製作所の旧工場。黒板アートのイベントが始まるきっかけも市内にこの会社があったからです。町おこしにつなげようと善通寺市が2019年に始めた黒板アート事業。デザイン科を持つ善通寺一高は毎回参加していて、有志の生徒が作品を手掛けてきました。ただ今回は憧れの鈴木さんとの共同制作、出会いは1ヶ月前でした。じゃあ消します。消えてしまう前提で始まるアートなので、今しか描けないアートを描いてみんなで楽しんで、だからこそ大きいのができてみたいな、なんか結構お祭りみたいな気持ちでねやってます。鈴木さんが話す消える前提で始まるアート、実は前回までは作品保存を優先するあまりチョーク以外の画材が主流になっていたそうですが、今年は原点回帰、画材をチョークに限定し黒板アートの魅力を引き出そうと市も考えました。本来黒板アートが持っているその良さ、消えゆく儚さっていうのを前面に出してやってみれば、当初のような盛り上がりが戻ってくるんじゃないかな。そんな気づきを提案したのが地域おこし協力隊の福岡あゆみさん。県外出身者の視点からアートの制作場所として街中に眠るこんなところに注目しました。もう本当に街並みは素敵だけども、こうお店が開いてないっていうような商店街があったりだとか、こういうところが少しでもこう扉が開くところがあるといいなというのが願いで、ここのドア開けていいのっていうようなワクワクっていうようなものを体験いただけるかなと思っています。こちらはもともとスナックとして営業されていた店舗になります。お酒やこの照明類も当時のそのままの姿で使用させていただいてるんですが、もう本当にタイムスリップしたような空間で、ここでは今月中旬にアーティストが作品制作を行うことになっていて、さらに別の元スナックでは作品が公開されています。ただ作品を見るだけでなく、レトロな雰囲気も合わせて味わってもらう狙いです。感動しました。昔はねすごく栄えた通りなんですよ。ここずっと飲み屋街って言うんですかね。こちらは先ほどの黒板アート作家鈴木らなさんが手掛けた作品、壁の向こうへと続く道を想像して描いています。期間限定展示なので、その今らしい秋のモチーフで、特別な場面を切り取ったっていうよりはその日常を切り取って描けたらいいなと思っていて、
作品はプロジェクションマッピングで照らされ、動き出す仕掛けに。黒板アートと光がシンクロし、違った趣を楽しむことができます。古き良き街並みに溶け込む、どこか懐かしく儚い黒板アート。今だけの作品を楽しみに善通寺へ出かけてみては。はい、消えゆく儚さ、まあ、日本人の美学ですよね、うん、今しかないアート、ぜひ見に行ってみてください、はい、この黒板街は来月3日までの金土日祝日限定です。